ジョナサン・ポール・ワレンシビアは、アメリカ合衆国、フロリダ州マイアミ出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。フロリダ州マイアミで、9倍民3世として生まれる。かつて、アレックス・ロドリゲスを輩出した、ウェストミンスター・クリスチャン高等学校では、ロドリゲスに並ぶ、同校史上最多の通算17本塁打を記録した、他、バスケットボール、アメリカンフットボールでも活躍。 2004年の MLB ドラフト14巡目でシアトルマリナーズから指名を受けたが入団せずにテネシー大学へ進学した。2007年の MLB ドラフト1巡目でトロントブルージェイズから指名され132万7000ドルの契約金で入団。1年目は参加の A-9 オーバーアンダブルゲイズで63試合に出場した。2008年は A 級ダニーデン・ブルージェイズからスタートし、シーズン途中に A 級ニューハンプシャー・フィッシャー・キャッツへ昇格。2つのクラスで計126試合に出場し、マット・ウィータースと並んでマイナーの保守サイトの27、本塁打を放った。シーズン後に発表されたベースボールアメリカ誌の有望株ランキングでは、アレンシビアはブルージェイズ参加でトラビス・スナイダーにつく評価を受け、 MLB 全体でも43位の評価を受けた。2009年は、AAA 級ラスベガスフィフティィテワンズで開幕を迎えたが、ここで、アレンシビアは、野球人生初の挫折を経験。10度の乱死に悩まされ、21本類が、75、打点とパワーの面では一定の数字を残しつつも、打率、出塁率はそれぞれ23、236、284と大きく低迷した。 シーズン終了後に乱死矯正のためのレーシック手術を受けた。2010年、5月末までは8本塁打だったが、6月、7月と2ヶ月連続で2桁本塁打を放つなど95試合で打率。303.31本塁打、79打点と活躍。8月5日にジョンバックの故障者リスト入りに伴い、メジャーに昇格した。 8月7日のタンパベイレーズ戦でメジャー初出場。ジェームズ・シールズからメジャー初打席初本塁打を放つなど、5打数4安打に本塁打の戦列デビューを飾った。デビュー戦での2本塁打は史上5人目。また、デビュー戦で2本塁打と4安打以上を同時に、マークした1900年以降で初の選手となった。2011年には正捕手として定着。 23本塁打を放ち星としてのチーム本塁打記録を更新しメジャーの舞台でもそのパワーを見せつけた。反面打率は219出塁率も282と低水準に終わった。守備面でも両リーグワーストのパスボール数を記録するなど課題が残るシーズンとなった。二千十二年は死球による骨折があって百二試合の出場に終わったが 18本塁打を放って、長打力を発揮した。一方、低打率、低出塁率は相変わらずで、オプスは前年をやや下回った。投類阻止率は前年の24%から29%にアップし、DRS も前年のマイナス5からプラス3に転じるなど、守備では成長を見せた。オフには RA デッキーとの交換要因として、 名前が浮上したが、最終的に若手保守のトラビス・ダーノーがメッツに移籍することになり、アレンシビアは当面の IWJs の正保守を務めることが確実になった。2013年2月27日に第3回 WBC のアメリカ合衆国代表に選出された。レギュラーシーズンでは自己記録を更新する138試合に出場。2年ぶりに20本塁打を クリアしたが、100試合以上に出場したシーズンとしては、初の打率、100台と低迷した。また、前年より36試合も出場試合数が、増えたにもかかわらず、死球は前年と同じ18に止まり、打率の低さも、相まって、出塁率は、227という低さだった。守備面では、防御点こそ整数だったが、リーグ最多の13パスボールを喫した。 12月2日にノンテンダー FA となった。2013年12月5日にテキサスレンジャーズと1年180万から200万ドルで契約に合意したことを報道され、12月10日に球団が正式発表した。金額は明らかにされていない。2014年は、正捕手の座をロビンソンチリの巣に奪われ、開幕後は2番手捕手として20試合に出場したが、打率。 133と落ち込み、5月20日に、参加の a a a 級ラウンドロックエクスプレスへ、降格した。5月21日に40人枠から外れた。7月17日に、カルロスペーニャが DF となったのに伴い、再び、レンジャーズとメジャー契約を結んだ。昇格後は、一類手を務めていた。また、7月29日のニューヨークヤンキース戦では、 投手として登板して1回を無失点に抑えた。オフの10月6日にトリプル A 級ラウンドロックへ降格した。9日に FA となった。2015年1月8日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結ぶが4月9日に自由契約となった。17日にレイズとマイナー契約を結び参加のトリプル A 級ダーラムブルズでプレー。8月26日に メジャー契約を結び25人枠入りした。その後は保守としてプレーし24試合に出場した。バッティング面では基本的にメジャーで打率が240を超えていなかったが2015年は310という効率を記録。パワー面でもわずか22安打で6本のホームランを放ち改めて圧倒的なパワーをアピールした。打率は高かった一方、 フリースインガーぶりは変わらず24試合で選んだ死球は一つだけだった。保守としての守備は23試合で守りにつき、守備率 994DRS から3という成績を残した。また、投類阻止率33%はメジャーデビュー年以来の高い値だった。11月20日にリーフとなり23日に自由契約となった。 2015年12月14日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結び、2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2016年は開幕から参加のトリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスでプレーし、12試合に出場して打率、167.1本塁打2打点の成績を残した。 5月16日に自由契約となった。2016年5月20日に、レイズとマイナー契約を結び、トリプル A 級ダーラムへ配属された。トリプル A 級ダーラムでは78試合に出場して、打率25。252.15本類が、47打点、1盗塁の成績を残した。また、この年所属したマイナー2球団合計では90試合に出場して打率。 241.16本類が49打点1盗塁の成績を残した。オフの11月7日に FA となったが2017年1月18日に引退を表明した。長打力が武器の攻撃型保守だが積極的に打っていく典型的なフリースインガーであるため出塁率は高くない。ありがとうございます。